よっしゃ、よし、はいはい、よし、よし、はい、はい、丸飲み。おいだ、よしよし、よい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 、よいしょ、はいし、はい、ねえ、ポッパーフィッシュ。よし来たよ。よし、ポッパ。よし、よいしょ、はい。はい、派手な出方だったね。はい、ちょっと深い下から出てきたね。うん、でもポッパゆえのアピール力っていうのかな。うん、シュール効果で出せた。来た、よっしゃ、よし、はいはい、よし、うい、イエ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 イ、お、いいサイズ出たよ。はいはい、よし、ほら、はい、丸飲み。で、まあ今はね、ポッパーで釣ったんだけど、風がややあって波立ってて、で割とこのブッシュ手前が水深があるでしょ、深い。なんであとはちょっと内側に青緑とかがありすぎて、あんまり浅いところにもう今バスいないんじゃないかなと。なんでむしろ、ね、ブッシュの際から置き、そのブレークに一段下に落ちてるバス、それをね水面に寄せたい。ね、まあちょっとブッシュの沖にはウィードがわずかに生えてるかもしれないね。そういう憶測の中、こう際に投げつつも手前ね3メーター5メーターまで引いてきて、そのブレークにいるようなバスも浮かして食わす。そうなるとこのポッパーの収容力、特にこうラウダーみたいにこうポッポンっていうのかな、すごい大きく出せる。よし、はい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 、よし、やっぱ下から出てくるでしょうこれね。キワキワじゃないんね。よいしょ、はいはい、一段下2メーターぐらいあるんじゃない、水深。とどめ的な。よし来たよ。よし、よし、出てこい、出てこい、出てこい。アイソレートな流れあるところ、アベレージが全然いいね。よし、よし、
フロッグにするかポッパーにするか迷ったけどね、こういうゴミがあるから。まあでもほら、はい、いい感じね。やっぱりポッパーね、あの丸飲みされやすいね。ポップラインスラック、ポップラインスラック、ポップラインスラック、ラインスラックの時ガバッ、うん、と丸飲みする。まあね、OSP のポッパー、ね、ラウダーシリーズ、それの特徴なんですけれども、まずね、圧倒的に、収魚効果、うん、でそれは単に、まあ、ポップオンとかスプラッシュで、ね、ルアー餌がここにあるよってバスに知らせる、魚に知らせるっていう以上に、むしろ捕食音、うん、魚が餌となる魚を食べた、そういう音によって周りにいる魚ね、にやる気をさせてスイッチを入れて食わす、うん、まあ、そういうそれぐらい大きな、ね、音を、作り出せるようなコンセプトで、作ってます。でプラスして、圧倒的な飛距離、うん、同サイズであれば明らかに、すごいと、うん、そういうコンセプト、うん、で、まあ例えばこれ70なんですけど、70ミリで重さが12グラム、うん、で何より、まあ、このサイズにしてはウェイトはあるんですが、それに加えて、テールの方に、うん、大きなウェイトが入っていると。で音も、まあ大きいんですが、あとはこう波に揺られている程度でもコトコト音がすると、うん、そういう設計になっている。で、何よりもテールに大きいウェイトが入っている、うん、まあ、それによって弾丸のようにこう尻尾からと。で、なおかつ、そうすることで、こう水平に浮くんじゃなくて垂直に近いこんな感じで水に浮く、うん、ね、でそれによって、割と、ネチネチ、うん、ね、例えば岩盤ギリギリ急進な、ね、護岸とか、うん、そういうところで、移動距離を抑えて何度もこう、ね、ネチネチできたり、うん、で、あと当然、まあ、ポッパーとしての、ね、機能、うん、ポッポン、うん、で、まあ、多少ね首振り性能は犠牲にしてるんですが、その分、ね、水空気を、ね、前面に強く押し出す、それを逃さないような設計になっているので、まあ、明らかに強いポップ、うん、と、あとは 2,3 メーターぐらい前に、ね、大きく水を弾き飛ばすスプラッシュが可能です。で、まあ、それはこの、ね、上の部分がこうロングノーズになっている、前方から見た時に大きなカップとして捉えることができて、強く空気をはらんで水中に、ね、持っていくことができる、うん、上の、ね、部分が前に突き出してるだけじゃなくて、こういう細部にわたって、ね、段差とかがあって、それによって確実に水を前に弾き飛ばしたり音を出せるような細かい工夫も施されてます、うん、あとは本当にこうタフな時は、バスはどっちかっていうとこうボディに食ってくるんじゃなくてフェザーフックのみこうついばむような場合とか、うん、で、まあ、まるでこうこれがね、バスから見て例えばスモラバ的誘いになって、ね、まあ、水面には出ない、でも水面から5センチ下にあるものには軽くってくる、まあ、そういうような時にやっぱりこう水平浮きのポッパーよりはこう下に垂れ下がってる分、まあ、よりバスが水面までは口を出しにくい時でも無理くり食わせる、うん、そんな性能も、性能っていうかな、効果もあると思います。じゃあラウダー60、うん、でやってみます。まあ、60ね、決してサイズ大きくないんだけど、まずポッポン、ね、これだけ大きなポッポン、で次がスプラッシュ、割と長いストロークで引っ張ると数メーター前の水を弾き飛ばす。まあ、当然ね、これ以外にネチネチシェイクしたり放置したり、ね、首を、ね、ドッグウォーク、ね、刺したりとか左右に振ったり複合技で攻めるんですが、まあ、基本この手のね、やっぱりルアーは
ポッパーなんで、ポップ音か、スプラッシュを出していく、うん、で時に、一点シェイクとか、あとはポーズ、その組み合わせで、ね、攻めていきます。あとは例えばですね、比重の軽いナイロンラインとかだと、割とスプラッシュが出せる。逆に沈むような、フローカーボンラインだと、ポップ音が出やすい、うん、ただ大切なのは、どういった素材で、使ってもちゃんと泳ぐ設計になっている、うん、例えば、ナイロンで、ねちょっとこうギリギリ潜らない、潜るか潜らないかというような設計で作ると、フローカーボンラインを使った時に、うん、もうどっちかってダイブしすぎてほぼ、スプラッシュもポップも出ない、うん、そういうものにもなりかねない。逆にフロロカーボンでちょうどいいポップをスプラッシュを出すようなものだと、今度ナイロンラインもしくは P ラインにした時にまるでこう上にこう滑るだけで、うん、ほぼ、スプラッシュもポップも出さないようなものになってしまう。まあ、このラウダーはその、軽いと重いと両方使っても、それぞれ、ね、いいアピール、うん、ができるようになってます。で、今回、新たに60サイズ、うん、っていうものが、追加になって、でこれは、60ミリ、うん、でまあ同サイズの、ポッパーっていうと大抵7グラム前後、うん、でラウダーは 8.4 グラムある、うん、やっぱりこの1グラム強の差はすごい大きくて、例えばベイトリール、うん、での、まあ、より遠くに投げれる性能はもちろんのこと、アキュラシー性能、あとはピッチング、うん、あとは低弾道でなるべくオーバーハングとか橋の下に、ね入れるとか、うん、水路、水門の中に入れるとか、うん、そういうキャストが圧倒的にしやすくなってる、うん、でそれをやっぱり可能にしてるのも、若干ねベイトフィッシュフォルムを、ね、残しつつもややファットになってるのと、何よりも重ためのウェイトがやはりテールに集中して入ってる、まあ、それは、ラウダーコンセプトと同じ、うん、でフックも、割と強い、しっかりとした大きめのフックがついてるんで、まあ、ベータックルでの派手なファイト、ね、時に抜け上げないといけないコンディションでも、バラしたりフックが、ね、伸ばされにくいような設計になってる、うん、あのね、今35ぐらいかな、見えた、一瞬乗ったけどバレちゃったね。色チャートからちょっとナチュラル系に変えようかなと思ってたら出たね、チャートで。出た、よし、あーバレた。今まあまあ重かったね、結構いいサイズだったと思う。気圧高いから食いもそんな良くないだろうな。音が橋の下で響いていい音色、これいいとこ行ってんね、これ出てください。マジでこれ出ねえの、よし、うまいな。いや、これな、これで虫アプローチ、ポッパー虫アプローチ、
ほら出た。ねえ。行け行け。うわ。でもほっとけで浮かしてあれだね。これで出てくる。こう水平だとあんまりこのフェザーがこうね、フェザーフックがスモラバ的効果にならないんだけど、こう垂直に近いからこうバスから見て食いやすい。ま、水面にあるとちょっと食いにくい。でも水中に5センチぐらい垂れたところにでこう打つ。うん、まあ、こっちね、活性高いとかね、空気満々の時は全部行くんだけど、結構本当にタフな時は後ろの針にね、上唇だけちょこんとこうやって釣れる時は、それはもうこれをこのフェザーフックを一つのルアー、うん、虫とかスモラバ的な、うん、そういうルアー的なアプローチとして食いに来た。でもやる気ないね本当に。あの今もボディ全体行ってないでしょねえ。ゆっくりめにアクションですよ。タフっぽい。よしよし出た。ほっほっほ。よし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 。よいしょ。はい。ねえ。はい、ナイストップフィッシュ。ねえ、このカンカンに日が上がってる状況で、ちょっと日陰。うん。まあデイタイムはこういう狙い方。ね。うん、今日はねはっきり言って食い思いっきり悪い日。トップの。うん。トップに反応するけど U ターンとか、まず反応しないバスほとんど、うん、で一部反応すると思ったら U ターン、あとはかかったとしても朝が上がる、うん、ねえ、まあでもそんな中よくかえってこれ精度出てきた方がチャンスかもね。特にこの60のいいところはこのサイズの割に針がちょっとしっかり大きい針使ってるっていうね、うん、だからで今もこう口に熱くかかっててでこう抜き上げる、ね、そういう状況でも右手でバラしにくい、深くかかるからね、しっかりとした。まあこういう木はでもね、もちろん期待してるんだけど、あとはちょっとこう沖側だよね、こういうで本当は条件が恵まれればこういう沖のね巾着のフラットの上とかでねフィーディングしてるようなバスを狙いたいとこ。まあ本当の朝夕まずめ時とかね、もしくはローライトな日とかやればこういうところでね餌を追うようなバスが連れてくれればっていう感じなんだけどね、うん、気持ちまだ時期が早いんだけど、まあでもそろそろそれを期待してます。お、出た。よしよし、いやいやいや、よいしょ、はいし、はい、ねえ、ポッパーフィッシュ、はい、ちょっと すれてるバスだけどねえ、出ました。真っ昼間にねえ、ちょっと日中すぎるしねえ、トップの時期にはちょっと早いし無理かなと。もうちょい奥まったね、水路の奥とかそういうとこじゃないとまだトップに出る魚いないのかなと思ったけど、こういうあの、うん、本湖系っていうかね、うん、にもいました。はい、で、まあ、今釣ったのはこの、堤防護岸の際、うん、ではっきり言ってもう日中で実は風がもうめちゃ強い、うん、でまあ唯一風裏、うん、あとは日中でも
ちょっとでも培地させやすいっていう意味で日陰に近いところを通したら出るかなと、うん、なんでまあ巾着がねこうあるんだけど、そのね巾着と護岸の際とかシェードとか風裏とか、まあ、今できるね条件、少しでも釣れやすい条件の複合みたいなところ、うん、ただ残念ながら表層にベイト気もないし、はっきり言ってバスも見えないしってことで、うんね、完全にドハマりなストレッチとかじゃないとは思うんだけど、まあ、無理くり出したっていうそういう感じの、うん、もう一回そっちやるじゃん。よし出た、よし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 、いやいやいや、へーへーへー、あーこれも外がかりテールフック、よいしょ、おいし、はいねえ、よいしょ、はい、フレッシュな元気なやつ、はい、まあシーズン的にはねまだようやくこうトップのシーズンに入ったかな、ね、パラパラ釣れ出したよっていう話もあったんですが、今朝からすごい冷えて、で案の定水温ね測ってみたらまあ午後でね、20度ぐらいということで、うん、やっぱり本来朝から20度あるっていうのがトップの、まあ、絶好調な、ね、タイミング以降、まあ、20度できれば22、3から上ですよね、うん、で逆に30度ぐらい近くになればなるほど今度より端下のシェードとかね、ちっちゃいシェード周りのトップゲームでより集中もできるしっていう、うん、なんで今日は魚も散ってるし、あとは何より表層に出ない、うん、まあそういう感じで、まあ時期的にもちろんまだねスポーン絡みの魚もいるとは思うんですが、そういう意味でね、ターゲットになる魚が少なすぎたと。ただまあこの状況の中でもね、バイトは、まあ、バイトっていうかね寸前のところまでも含めてね、かなりあった、うん、で実際いいのもねかけたけど、ちょっと、レイダウン越しでバレちゃったりとか、あとはほら流してて下から出てくるっていうね、アクションつけてじゃなくて、うん、背に流してて下から出てくる何度も、ああいうシーンもまさにね、うん、いかに今日ね水面で釣るのがタフだったかっていう、ただまあそれでも、ね、流しててもこう水面に出せる力、うん、それはやっぱりラウダーの、ね、いろんな特徴を表してるし、悔しさは残るわけなんですが、ただまあ、ね、ラウダーらしい攻め、ラウダーだからこそ、ね、快適なキャスト、超秋らしいを持ったこうキャスト低弾道とか、うん、そういうのもあったと思うし、うん、ピッチングでもねこうロングディスタンスで入れたいところに低弾道で入れる、そういうのもねやっぱりラウダーゆえだと思います、はい、まあ、こんな感じで、タイトで精度の高い、最高のポッパーゲームを皆さんもしてみてください。